はい今回は山本太郎さんが能登の件で批判される違和感と岸田の比較さらに裏側に何があるのかこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、こちらの内容をですねまあ,あいくつか出しているんですがまああまりこういったものには触れない方がいいっていうまあご意見もあるんですねでまあそれは人それぞれの考えなんでそのまあ、ご意見も別にそうかなと思うところもあります でまあ、正直に言いますとあの、ねえー、僕なんて別に全く、ね、無,名無名の何もない人ですけど僕のところにも、まあ、おそらく、ねえーまあ、令和つぶしの人間が来てるんじゃないかと、まあ、そう思う節があるんですよ。例えばですね、えー、令和を応援しているようなふりをして、えー、実は否定するとかねで今回の件というのは、まあ、山本太郎さんを応援している人あるいはです、ね、山本太郎さんを否定している人でもいいです。最後まで聞いていてただければ 問題がそこにないっていうことに分かっていただけると思うんですね。だから問題の論点をそらしてるんですよ。でそういったことに気がついたんで、でそういった意味合いを持って、えー、この話をしていきます。で例えばですね、えー、何にもなくこの話をしてもなかなかうまく伝えられないんですね。だからまあその何て言うんでしょうね。あのこの話をしているあの意図っていうか意味を汲み取っていただいて、えー、まあ、もし、えー、ね可能であれば最後まで聞いていただければ。 あこういうことをしていたんだとそういったことがわかると思いますねあのまあ僕は例は山本太郎さん応援してますねただ人によって考えは違うんで例は山本太郎さんを応援しない人もいるかもしれませんそれはそれ,それで別にいいんです別に人の考え方をどうのこうの勇気は全くないんでねただ一つだけあの僕は言いたいことがあります山本太郎さんを批判するエネルギーを違うところに向けた方がいいですよ 僕たち日本国民がどうにもならない今状況になりそうになってるんで批判のエネルギーの先をそこに向けた方がいいですよ。そこに向かないためにこういうことをやってるってことに気づいた方がいいですよ。僕はそう思います。だから別に、ね、僕も、まあ、リスナー様でですね、令和を応援してる方も僕たちには僕たちの考えがあるし仮にですよ、その令和を応援してないっていう方が今いらっしゃるんでしょうで。そういう人たちも別にそういう人たちいいんですよ。考える人それぞれだからね、全て一致するなんてそんなことも無理でしょうから。ただし 応援してる人もしてない人も共通してこのことは思った方がいいですよっていうことがあるのでそれを今回お話ししていきますで今もなおですねずっとこれを言われてるんですが山本太郎さんがですね能登の,の被災地に行ってカレーを食べたんですが何が悪いんですか意味がわからないんですけどカレーを食べたことを批判する意味がわからないんですよカレーを食べるなとかねあのトイレに行くなとか あの被災地にねその復興支援とか現地の状況を調べに行ってる方に対して言ってることがおかしいじゃないですか普通に考えて。別ににそんなにあの 政策はどうとかそんなこと言ってるわけじゃないですよ普通に考えて別に山本太郎さんでなくてもいいですよ他の方でもいいですけどその現地に行かれてね被災地に行かれて、ね、そのカレーをた食べるっていうんでその出していただいたカレーを食べることしかも夜9時にね、まあ、残ったカレーを食べるとか前日の、まあ、出来事ですから別にそんなに問題ではないんですよ。 しかも山本太郎さんで自分で食べる食事を持って行ったんで,で当たり前ですけどそのね被災地で,ですねこれよかったら食べてください余ったんでって言われてそれを断るっておかしいじゃないですか普通に考えてでも意味がわからないんですけどあのカレーを食って被災地の人の,たたあのカレーがなくなったっていやなくなりませんから一人食べただけでしかも残り物を食べたっていうことなんでもう意味がわからないんですよ言ってることのね。 だからこれっていうのは、別のこことととをを隠すすためにそういううい言ってると思うんですねで山本太郎さんご本人がおっしゃっていますが、まあ、カレーを食べながら、まあ、食事を食べながら、ですねその被災地の方といろんなことを話す、そこに意味があるんですよ。 やっぱり山本太郎さんというのはですね、まあ、僕も、まあ、リ,リスナー様で令和を応援している方たちというのはね、えー、まあなんていうのかなお,おしゃべり会の話とかういろいろ見て気さくな部分もある方だなと思,う、えー、と思いますがや,やはりあの、ね、そういったところを配慮するのであれば国会議員の方が来たということで、ね、そその被災地の方でよく知らない方というのは うん、やっぱり何か思うかもしれないでそういった緊張をほぐす意味でもお、まあ、一緒にカレーを食べるとね、えー、同じ釜のお飯を食う仲間っていうことで別にそれでいいじゃないですか何でそれでそんなことが炎上するのかっていうのが意味がわからないですよねで例えばその件に関して音喜多っていう維新の最低議員がね迷惑系議員とかって言ってますけど迷惑系議員は音喜多ですからねうん日本語わかってるあの山本太郎さんっていうのは 国会議員の仕事をっていうか役割っていうか日本国民の生命財産を守るっていうことでね日本国民の生命がかかってるわけですよ、ね、対応が遅れてなくなってるっていう僕たちからしたら非常に悔しい、えー、話ですがそういうことをしてる方に関して何が迷惑系議員なんですかって、うん、音来たお前だよ、うん、売国度お前らだよよくそんなこと言ってるなってで岸田も岸田でですね何回もこちらをお伝えしてますが、えー、自衛隊を1万人、えー、あの被災地に 素早く手際よく送り込まなかったことっても疑問ですし、実際、岸田がこういうことをしてないんですが、もしもですよ、岸田がヘリコプターか何かで、ねえー、素早く見に行っていれば、岸田に対する対応も違う、しかし岸田はそういうことをしない、しない理由があるんですよ、倍国度ですからね。で、その山本太郎さんというのは、まあ、こっちらの件も言われるんですが、別に僕はこのことが自分でね、正しいと思ってるんであの言いますけど、足を怪我されて、その状態で現地に行ってるわけですよ。 その足を怪我してるのは関係ないとかって言うけど、いや、そんなことは僕はないと思ってます。それは,それは僕の考えです。足を怪我されて現地に行って、そういったことを国民に伝えてくれてるっていうことは、国会議員としてえあるべきことをあのきちんとされている、本当にね、日本国民からしたら、うん、国民思いの政治家だなって思うんですよ。で、またこれもおかしいんですが、迷惑系ユーチューバーと一般人と山本太郎は同じやってるんですけど、全く違います。一般人とか迷惑系ユーチューバーっていうのは国会議員でないでしょ。 国民の生命財産を考えることはないでしょ山本太郎さんは国民の生命財産というか、まあ、生命を考えるそれが役割なんですよ、うん、で山本太郎さんご自身でおっしゃってるんですねあの自分はやるべきことをやっただけでそれ以上でもそれ以下でもないって本当にあの素晴らしいと思いますだ僕はこういった理由からそう思ってるんですねでこれに関して例えば思わないっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、まあ、じゃそれは考え方は人それぞれですから別に僕はその方について何も言いませんようん、まあ、そうですかっていう話 で例えばですね、えーまあ、僕と同じような考え方を持っている方、えーまあリリ、リスナー様でも同じような考え方を持っている方がいらっしゃる、えー、多くいらっしゃると思います、でまあまあ、そうではない人も、まあ、いらっしゃるんでしょうで、やっぱり言ってるんですよ、山本太郎さんというのはボランティアの、まあ、NPO 団体、数々の被災地に行って経験をされているんで、一般人とは全く違う、意味が違うし、国会議員でありますからね。 うん。でこの山本太郎さんがですね、えー、そのノットに入ったことに関してものすごくいろいろ言うんですが道路が渋滞してたということを待ってくるのでたらめねあの一人が1台の車で行ったところでそんな邪魔になんてならないですよだからそういうことを大きく言って山本太郎さんを叩いているだけでしょでそれ叩く違う理由があるんですよでそれを叩いている方に知ってもらいたいんですよでそれっていうのは 山本太郎さんを叩くとか叩かないではなく、他に違った問題から目線を逸らしてるんで、うん、だから僕は山本太郎さんを応援してます。でも応援してない方がいるのも、それはそれでじゃあいいです。そんなことは別に何も言いません。ただし、今から言うことに、最後の方に言うことに、それに気づいていただきたいです。同じ日本国に生きる国民としてです。それに気づく必要がある、気づくべきであると僕は思います。で例えばですね、こういったことも言われるんですね。 うん、現地現場に行かない人間がああどこだいうことっていうのはおかしいとでその現地現場に、えー、行ってない人間があ山本太郎さんを批判,批判する資格がない僕もそう思いますよだから僕はそういった理由で言わないんですよ自分が行ってないし自分が、ね、で,で,できないことをされてるわけじゃないですか僕にできるって言ったら本当にねわずかなあ募金ぐらいしかできないんで。 能登の,、ね、の,の方、能登の復興、心の底から願ってますけど、できないわけですよね。それも僕なんですよね、一般人ですから、その被災地に行くことはできないですし、それ行かないですから、そういうのをしていただいている山本太郎さんというのは、本当に素晴らしいと思ってます。で山本太郎さんんに対してもう一つあるんですが 誰もが分かってる話をなんかことさら書くなとかって言うんですがそんなこともないんですよね分からないこともありますしその現地現場で行った SNS の投稿っていうので気づくこともあるんですよでおそらくこれっていうのはあの自民党脱皮っていうねその自民党側の人間が 意図的に山本太郎さんを叩いているそういった構図があると僕は思っています、うん、そういったこともおかしいわけですよ有名人とか有名インフルエンサーとかマスコミもそうですね山本太郎さんを叩く方に誘導しているわけですよでそもそもあのこれ皆さんこう思いませんかって話なんですよ別に僕は令和を応援してますよでリスナーさんも応援してる方い,いらっしゃると思いますがあの令和って別にそんな大きい政党じゃないんですよ言ってしまえば小さい政党なわけですよ その政党をんででででそそこまで叩くんですす。かっていう話ですでそれっていうのは一つ分かってることがありまして小さい政党なんですけど実は大きくなっているというかもしかしたら一番大きいかもしれないそういったことをえ分かられているだから必死に叩くんですよ。うん、でそれに踊らされて叩くんですよね山本太郎さんを。うんうん、っていうことだと,だと僕はそういうふうに,にあの認識理解してます。うん、であのやっぱりこれに関しておかしいと思っている方がおり 山本太郎さんを必要以上に叩く、そういったことに関して理解不能だという意見もある。で、叩くべきは自民党であると、僕もそう思います。あの、被災地、被災者に関して、救援もほとんどやる、ほとんどっていうか、全くってか、やる気ないわけじゃないですか。それはね、被災地の復興なんてうまくいきませんやる気がないんだから。大阪万博かとか言ってるわけですよわけわかんないでしょ、自民党と維新の会って。で、この問題は自民党にあるっていうことですよ。ね で今今まで山本太郎さんの話をしてたんで、だから応援する方、応援しない方はまあそれぞれだっていうことでえ、じゃあその話は横に置いておきましょう。僕は応援する側ですけど、別に応援しない方っていうのもい,いらっしゃるんでしょうで。それはそうってして置いておきましょう。じゃあこれは、ここから話す話っていうのは、応援する人も応援しない人も共にですね、おかしいと思う話なんですよ。だから この共におかしいと思う話に気がつかれたくないんですよ。でこれってうのはニュースにも出てるんでえ、明らかにおかしいわけですね。まず何がおかしいのかって言ったら、岸田が、能登の,の被災地の方に20万円貸し付けるってね、おかしいでしょ、普通に。普通におかしいと思いませんなんで20万貸し付けるの ?20 万給付でいいじゃないですか。国民から増税とかね、えインボイスとかそういう厳しいことしてるわけでしょ。で、今、能登が大変なわけでしょ。なんでそこで貸し付けるの意味わからなくないですかこれこそ一番問題じゃないですか。 山本太郎さんがあねえ、被災地に行ってカレー食べたことって何なの別に関係なくないこっちの方がよっぽど問題だと思うんですけど、岸田が能登の,の方に20万円貸し付けるって、何その貸し付けるって、給付しろよって話じゃないですか。で、外国に何十兆円っていうお金をばらまいているのも分かる,じゃ分,か分かるわけじゃないですか。外国には金をばらまいて、え日本国内で困ってるえ被災地の方にはあ金を貸し付けるってどういうこと異常でしょ 異常だと思いまますけどだからここに気づきましょうよ全国民ここに気づきましょうよ別に山本太郎さんの話はいいですよ横に置いといてここに気づきましょうよこんなに国民がね、えー、その国内で困ってる時にその人に対してお金貸し付けるって何おかしくない普通にお金給付するべきなんじゃないのだから自民党っていう今の政権を政権を維持してるものっていうのはこういったものなんですよ売国っていうことです売国機民政策をしてるのが自民党 うん、これがあ答えです。自民党っていうのは国民のことなど全く考えてない。うん、考えてるんだったらえに20万円貸し付けないでしょ ?20 万円給付するでしょ、うん、これですよ。そして今から話す話っていうのは本当かどうか分かりませんが SNS に投稿したことがありまして僕はこの話っていうのは本当だと思うんですね。ある根拠を持って本当だと思うんですよ。何かっていうと岸田がですね「う」に、えー、お金いくらか分かりませんが。 数数兆円から数十兆円円かかかかから十を渡すすすんんじゃないいっってそううた噂噂がありりままでよ本当どせんしかしおそらく本当だと思います。でじゃあなぜ岸田は「う」ウに、えー、そんな何兆円何十兆円を渡すのかっていう話なんですが理由は単純なんですね。「う」の後ろに、えー、創始国米がいてそのお金っていうのは「う」にいった風な形を介して、えー、米の兵器に行くから。日本国民が国内で困ってる時に日本国民に20万円貸し付けて。 ウとか米に何兆円何十兆円を渡してどういうこと一番の問題ここじゃないですかさっきの20万円を貸し付けたっていうことと国民が困っているところにその国民,が国民に対して、ねえー、全く何もしないで外国に、えー、超単位のお金ですよ超10兆かなんか知りませんけどそういった岸田と自民党の売国に国民は気づくべきです国民のことを全く考えてません自民党と岸田は それが今回の件のの件答えですあの。山本太郎さんを叩く人っていうのは僕には理理解不能ななんですよ。叩く理由がいからね、うん。僕はそう思ってます。でもじゃあまあ嫌いっていうのは人それぞれなんでしょう僕はそんなこと全く思わない。僕はね応援してるんでそんなこと思わないですよ。だけど山本太郎さんを叩くっていう人はじゃあこれを考えてくださいよ。なんで自民党は、ね、国民に20万円貸し付けるんですかな,なんで自民党はその鵜とかねアメリカに何兆円っていうお金を渡すんですか うん、おかしいと思いませんかこの岸田とか自民党の知る売国に気づくべきですよ。でこういった僕が最後に話した話に気が付かれたくないから山本太郎さんを必要に叩いてるんですよ。だから全然関係なさそうな話に見えるじゃないですか、うん、全然関係なさそうな話に見せてるんですよ。そして山本太郎さんがカレーを食ったからどうのこうの SNS で言ってますけどで例えばね僕が言った話をしてる人ってほとんど見たことがないんですよ。 で別の時にこれをお伝えしたんですが山本太郎さんがあのカレーを食ったからだから何でそのなんか、えー、岸田と長谷が来るなって言ってるけど岸田と長谷って言ってること間違ってるでしょ特にこの岸田に関してはこ,この売国がひどいわけでしょこれ考えましょうよ本当に。 あの日本国民にとって大きな問題ですよ。例を支持するかしないかとは別の話なんですよ、これっていうのは。で、この本当の話を隠している可能性が非常に高いんで、こちらについて気がついていただきたいと思いまして、お伝えさせていただきました。まあ、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。